芝千、芝千、芝千、紀元前145、135年、紀元前87、86年は、中国前漢時代の歴史家で、式の著者。聖は芝、名は千、字は市長。集大の記録係である芝市の子孫で、大司令の芝団を父に持つ。大書歴の制定や、通史、式の執筆などの業績がある。 同い部分の信憑性には疑問があるが、父、柴段が亡くなる、際の遺言によると、芝仙の家系は、今日、春の時代に功績を上げ、代々歴史、天文を司る一族であるという。旗の景文をオーラに仕えた、柴作、その孫で、白鬼の部下として、長兵の戦いに従軍した柴錦、芝金、さらにその孫で始皇帝時代に鉄工を管理する。 役職にあった柴翔がいる。柴正の子は、柴武佐は、芝無駅と言い,い、漢司の長官に就いた。その子で五大部の爵位を得た、柴木は、柴千の祖父にあたる。このような家系において、父、柴団も様々な死から、天文、駅、道論などの教えを受け、官王朝に仕え、柴千三歳の年から元邦までの、約三十年間にわたり、大志公の官職を得ていた。 団は、同化的思想を基礎に、旺盛な批判精神を持ち、先祖が取り組んだ、歴史書編纂事業への熱意を常々抱えていた。柴仙は、一族代々の墓があった、左標翼海洋県流門、現在の先制小漢城市柴川珍で生まれた。彼はそこで十歳になる前まで過ごし、農耕や牧畜などを通じて壮健な体を育んだ。九歳になる頃までには、 家塾での弁学を始めた。10歳の時には、古文、少々をそらんじたという、小書、諸教を学んだ詩である、アナアン国は、当時受注の任にあったことから、芝仙は、長安へ移っていたと考えられる。さらに当中女らにも支持し、歴史書、春秋は、政治の根本原理を体現したものだと主張する、供養学派の影響を受けた。 柴仙は二十歳頃から旅に出発し、東南を呼び、中原を巡る。この旅のきっかけは何か、また一人なのか複数によるものなのかは不明だが、その予定は詳しくわかっている。最初に、港外、現在のチャンスー省と安記省北部へ行き、関心が建てた母の墓を訪ねた。次に、高世の路山からうが、添板急行を見物し、さらに、石膏省の海景山に登り、 うが入ったと伝わる洞窟、うわなを探検したりした。そこから南下し、将校の春が葬られたというを尋ねた。この後、彼は将校に沿って調査に向かった。そこで、屈原が身を投げた、小つらを見て、また当地で不遇を囲った、かよしみへ思いを馳せた。東南方向の旅で、その文化に触れた後、千葉千は北に向かい、 公寮と、夫妻ゆかりの宗とめいける、五行を訪れ、さらに樹家発展の地である生徒ろへ赴いた。炉の滞在は長期にわたったと思われる。その後はいずれも山東省南部とチャンス省北部に、あたる、猛将君ゆかりの説、北上、助州市を訪れた。北上の北には、豊か、灰の地があり、芝千葉はそこまで足を伸ばして、昇華、総散、半海、過去へ,へ。 東高ののをを見物し、彼らの話を聞いた。その後、河南地方、海風、除州へ向かった。海風は、大針と呼ばれた、義の主婦だった地であり、土地の人から、旗の攻撃で陥落した様子を伺い、新良君を訪ねた。除州は、戦国時代末期の諏訪の土地であり、ここで壮大な春申君の古城や救出を見物した。カナ南を後にした。 芝千は西に向かったと思われ、巨有ゆかりの木山に登った。この旅がいつ終わったのかは、はっきりしない。旅から戻った3年後の22歳頃、芝千は老中に任命される。これは定常業務を持たないが、直命の使者や天使巡優に従うなど、皇帝の自重を担う仕事を行った。当時、老中になるには2000国以上の官位を持つ者が、子息に継がせるか。 もしくは優秀な人物が試験を経て採用されるかの二つの方法があった。父、段の官位は六百国であったため、芝仙は後者の道筋で登用されたと考えられる。彼が使える武帝は、生涯において何度も巡遊を行い、道中の芝仙も多くに突き従った。元金江五年、前百十二年、武帝は、旗の特攻が居城としたようで御帝を祭り、 皇帝も登ったというを訪れ、さらに西の海嶺へ至った。翌年には、ともえ、天などの西南巡遊に随行し、昆明まで至った。この時の奉仕は、後に、西南エビス列伝にまとめられた。元宝元年、前百十年、武帝は、法禅の儀式に向けた準備に取り掛かり、武を示す十八万の騎兵を各地に派遣した。 この軍団が落葉に到着した際、突き従っていた父、柴団が病に倒れた。西南奉仕から戻った芝仙は落葉に向かった。死の床にあり、団は先祖の事業が道半ばで去らねばならないことを嘆き、芝仙へ引き継ぐよう命じた。そして、周公団が定めた霊学が衰えた際に孔子が現れ、歌、書。 春秋を表したが、400年以上が経過した今は、また自責の記録がさんでいると指摘した。父は子に、第二の講師となれと言い残し、息を引き取った。父の後を受け、芝仙は、宝禅の儀式に加わった。首都すせの祭祀に間に合ったかどうかはわからないが、大山での宝禅には参加し、その大典の内容を、風禅書にまとめた。この法師において、柴は、 生の地を訪れ、その国の寄風や、聖人らの情報を得た。その後、宝禅の行列は北方を巡行し、両姉、河北そして内盲湖の五原へ至った。五所は、旗の時代に整備された、直道の北端にあたり、ここで、柴仙は盲点が築いた要塞などを目にした。元宝二年、前109年も武帝は各地を巡り、三島半島や大山を訪れた。 この年、氷炭という場所で、黄河が決壊を起こしたため、武帝は百貫に滝木を背負わせて向かい修復工事を行った。芝仙もこれに付随し、後に川巨匠を書かせる体験を得た。父の死から三年後の元宝三年、前108年、芝仙は大司令の官職を継承した。彼の才能は高く変われており、父も亡くなる際に、 大使に任命されると述べていたが、三年はもに複数、機関として置かれた。彼は就任するや、友人らに政治への参加を進めた。その中の一人、進む春と交わした手紙が残っている。芝千は、君主最上の生き方は徳を立てることであり、その実現のために、君主への働きかけをすべきと説く。進む春は、有能なものが取り上げられる時代が来たが、私は、 気楽に過ごしたいと返答し誘いに応じなかった。この当時、芝仙は、決起盛んであり、任安への手紙にて、私的なことは顧りず、職務に専念し武帝の期待に応えると考えていたと述べている。実際、大使令となった、彼は多くの書籍、文書に触れることを仕事とし、豊富な知識をさらに収集した。一方で元法四年、全107年、五年、 全百六年の武定順優にも従い、各地を回った。大初元年、全104年、芝千は一つの事業を完成させ、新たな事業に取り掛かった年であった。前者は、大初歴の制定であり、後者は、式執筆に着手したことである。大初歴は、年初を、夏の暦である春正月に固定し、二十四節気を取り入れることで、各月の昨日、十五日、 月末を確定させた。中国における時間間隔の基礎となった。この歴制定には三十から四十名の人間があわり、高尊教、古漢、壺、水、等と、落下、ら専門家も名を連ねたが、柴仙は、私と壺水が律歴を制定したと述べており、主導的役割を果たしたと考えられる。芝仙の先祖は天文を司り、星歴の観測は、 歴史家の重要な仕事の一つであった。大書歴制定は、父の遺言である祖先の事業を実現する一環であり、また、孔子の言葉、夏の暦が正しいを実現するのでもあった。そして、芝仙はいよいよ、四季に取り掛かった。二十歳頃からの大旅行、そして四官後の武帝巡遊に随行し、全官が支配下に置く中国のほぼ各地を歴訪していた。 彼は旅先で土地の長老を訪ねては古事を聞き、大使令として各種資料に目を通し過去に思いを巡らせていた。式執筆が始まってからも武帝の巡行は毎年のように行われ、芝線もさらに知見を積んだ。全館にとって異民族との争いは重要な問題だった。芝線が式に取り組み始めた大処元年は 再域成罰に取り掛かり始めた年でもあり、将軍李光理、武帝の長飛であったり、夫人の任意による進むによって、大正四年、前101年に、区切りがつくと、今度は強度に、目が向けられた。強度のかつ公前儀は当初こそ従順な態度を見せた。しかし翌年、菅の使者を迎えた、強度の態度は高慢で、しかも悪いことに、前儀の母への脅迫的工作が露見してしまい、 関と郷土の関係は悪化した。転換二年、全九九年に武帝は派兵を決断したが、ここで、李寮が単独行動を願い出た。結果的に武帝は、彼と敗下五0の不評出陣を許し、李寮は敵地部下区に入って、情報収集などに成果を上げた。しかし、三万を超える敵軍と遭遇し包囲されてしまい、彼は激しい戦いを繰りながら、退却を続けた。 強度に打撃を与えた彼であったが、矢も月裏切りもあって、ついには投降の道を選んだ。武帝の方針に反して申し出た戦いに敗れた限り、自陣すべきところを、李良が投降したという法に触れ、怒った武帝は進化に処罰を加紋した。皆が李良を非難する中、芝千はただ一人彼を弁護した。芝千は、李良の人格や、献身さを上げて国士だと褒め、 一度の敗北を挙げつらう、ことを非難した。五千に満たない兵力だけで、強度の地で窮地に陥りながらも、死力を振り絞り的に打撃を与えた、彼に、過去の名称といえども及ばない。自害の選択をしなかったことは、生きて帰り、再び勘のために戦うためであると述べた。しかしこれは逆効果だった。意に反する医療の用語が投げかけられた上、芝千が言う。 過去の名称の下りを、武帝は、対郷土戦で功績が少なく、利領を救援しなかった、利口利を非難しているのと受け止めた。武帝の命によって、即座に彼は国利に連行された。交換であったが、柴千には賄賂を送れるほどの財力はなく、友人の中にも手を差し伸べる者はいなかった。だが、転換三年、全十八年になると、武帝も考えを改め、 逃げ延びた部下に恩賞を与え、李陵を救う手を打ったが、これは成功しなかった。ところが、ある郷土の捕虜から、李陵が、郷土兵に、軍事訓練を施しているとの誤報がもたらされ、事態は一変した。武帝は激怒し、李陵の一族はすべて処刑された。そしてこの類は、芝千にも及び、彼には、休憩、不憩が処された。この処罰は、千にとって、 大変な屈辱だった。彼は人の身に降りかかる様々な地辱の中でも男性の誇りを奪う不敬は最低なものだと言った。そして休憩に処されたものはもはや人間として扱われない存在だと述べた。ここまでの絶望にさらされながらも芝千は自害には走れなかった。彼には父の遺言でもある四季の完成という使命を前に耐えて生きる道を選んだ。 感所では、千葉選処罰の背景には執筆中の式にて、慶定本人を記したが、その内容が父、慶定を否定的に表していたことを知った武帝が起こって、削除させたといい、これに、李料の件が重なって厳罰が課せられたという。しかしこの説には確証はない。牢獄につながれてから4年後の王のはじめ元年、全96年6月、大社によって、 芝千は釈放された。そして彼には、中書霊の任が下った。宮中の文書を扱い、皇帝に相乗する文書、また逆に皇帝の御事の利を切除する、中書霊は大使霊よりも、はるかに重要なポストだったが、宦官,官が担う役職である、この任は、芝千にとって屈辱であった。式の執筆に取り組みながら、王の初め2年、 九95年からの3年間、芝仙は、武帝の順優に付き従った。王のはじめ4年、九93年に、大山から戻った、芝仙は、任安から受け取っていた手紙の返書、公認証教書を書いた。勤安むやの手紙とは、高い地位にある、芝仙に有能な人物の推挙を進めたものだった。かつて大使令に着任した頃に、人材発掘を行った、 柴仙だったが、この時には五体を書く身となった自分にはその資格がないと断った。続けて彼は自分の考えを述べた。この手紙の中で柴仙は式をおよそ百三十篇と述べている。式の中で柴仙自身の筆と考えられる最も遅い出来事の記述は進むは三年、前九十年にリコリが強度に降伏した戦いであまた、 大使公事書にて、約130篇五53万6500字の式を名山に増し、副本を軽詞に置いたとある。これらの点から、任谷星の編書を書いた時にはほぼ形になっていたが、式が完成したのはその4年後の前90年であり、字数を記し、本書と写しのみにまとめた上で筆を置いたと考えられる。式完成後、芝仙が、いつまで、どのように生きたかは、 はっきりしていない。王国威は、官道修理にて、芝千の死は、武帝の崩御、八87年前後ではないかと記した。芝千は20歳から各地を巡る旅を始め、役人に登用されてからも武帝に従って様々な地を訪れた。この旅行は、官のほぼ全土を網羅し、四川中部や雲南など当時は、未開といえる場所にまで至っていた。 そしてこれは放浪などではなく、彼は各地を丁寧に見て回り、資料を調べ、古老など様々な人々の話を聞いた。これら積み重ねた調査は、四季に反映された。いわば彼は著述家以前に、大旅行家であり、探検家でもあった。しかし、この旅は、気候文や、風土器のような形にはまとめられなかった。芝千が筆を取った目的は、歴史記述であり、 そのために、個人の直接的な観察はその中へ、消化されてしまった。また、特定の歴史的受験を、土地の環境から記すこともしなかった。父から、第二の講師たれと言命された、芝仙は、すでに若い頃から、儒教の教育を受け、その影響を強く受けた。具体的には、式において、人物や出来事の判断基準に、多く、講師の言葉を導入している。 これらは、春秋、来期、論語から出典不明なものまでを含め、何かしらの論評において、孔子は、こういったと引用したり、または、自らが意見を述べる形式で、孔子の著作から言論を収容している形で、書かれたりしている。特に、芝仙は、孔子思想において、陸芸、歌、書、礼、楽、駅、春秋に対別する文化伝統を重視し、のことを借りて、 陸芸こそが人を正しく導くと述べ、これらを歴史的事情や人物を評価する基準に用いた。そして芝千と孔子の間には、理を求めず、自流に迎合しないという共通の性質が見て取れる。式、孔子聖歌では、孔子一行が旅先で苦難にあった時、弟子の白と志向が、もっと妥協して主観されるようすべきと進言したがこれを、跳ね毛、け、用いられないのは、 犠牲者の落ち度であり、信念を貫くべきという概念の言葉に大いに賛同する場面がある。芝千が貫いた信念とは、中立的立場から歴史の必然を見る、または対処から鑑定、選別、判断を行う、いわゆる指を発揮する点にあったという意見がある。理了の災いでは、彼は妥協を良しとせず、罰が自らに及ぶ可能性がありながら、 李寮の評価をこの視点から述べた。法人証教書も、武帝と皇太子が争った際に中立を守った、や康に共感して書かったとも言う。孔子を高く評価する、芝仙は、四季において、本来世襲された系譜を記す、成果の中に、その原則に反して、孔子成果を書いた。彼は、家計的つながりと同様に思想のつながりを重視し、孔子を、成果に含めた。 しかし、必ずしもその論を無批判で受け入れたわけではない。式は孔子が、春秋を書いた際に基準とした、大義名分にのっとらず、事実を重視する態度を貫いている。白衣列伝の中で、芝仙は、春秋に記されていない人物、巨有と勤む功を実在したと認めている。また、合詞した、白衣、畜生についても孔子が、恨みがなかったと論じたのに対し、 芝仙は、恨みがあったと異なる見解を記した。芝仙から一世紀ほど後の文人アゲオスは、方言君子編にて、市長、芝仙の字は、気を愛すと記した。芝ただしも、色作員五女にて、芝仙は、気を好むと書いた。ここで言う、気とは珍しいものや稀なものを指すが、芝仙は特に人物の中にある、気、すなわち類い稀な才能に重きを置いた。 この傾向は、思想的に好まない人物、敗者や悪評を受けた人物の評価にも当てはめられた。例えば、芝千の思想と相入れない放火の官費にも称賛を加えている。それどころか、非常な役人であり彼自身にも、刑を施した国理の中にさえ人物を乱し、国理列伝を記した。ここには、芝千が持っていた、四季に向かう史上を廃した一貫する態度を表す。 芝千が最も気を見出した人物が幸運と利幸であり、特に前者は歴史上において敗者でありながら、本来皇帝の伝記である本義の一つとして記されている。再起みなぎり、英雄的な生涯を送りながら最後は流頬に敗れ、自ら首を跳ねた幸運を高く取り上げた点は、芝千が持つロマン的性質が現れた一面とも評されている。千の青年については、 複数の説がある。その中でも、慶帝中元五年、全145年と、県元六年、全135年の二説が有力であり、これらはいずれも、四季、大志公、次女十四条の、卒三しかも1 0 0令、中略。五年しかも東大初元年、父の死から三年後に、大志令となり、という箇所に、東大に付けられた注釈が元になっている。ただし、 式作員は、卒三しかも先ため大司令の箇所に、芝、年二十八、三年六月を都合、六百国の、女性られると記した。長守説、式正義は、五年しかも東大書元年の箇所に、案ずるに、芝千は、年四十二歳なりと記した。芝団の死は、元宝元年、前百十年であるから、その三年後に二十八歳という、作員によれば、 少年は前135年となる。一方、大正元年は前104年であり、42歳と中された正義によれば、少年は前145年となる。両サユキは、以下の点を示して、前135年説を指示した。芝千の記事である、先生召喚上詩では、紀元前145年生誕説を取り、2010年に、 民間伝承で伝わる誕生日の旧暦2月9日に生誕2155年記念行事を取り行った。芝千の没年も明瞭ではない。式に記述された最も遅い事件の頃には生きていたと考えがちだが、同期には後年の保筆が多い。一つの考察として、武帝をどのように表しているかという点から検討が可能である。風前書で、 芝千は武帝を今の皇帝という意味の金城王と表記している。武帝と記された後部本義はこの風前書の写しであり、後年に加えられた可能性を否定できないが、ええ、進む軍表記列伝など保筆と考えにくい。箇所でも武帝が使われる点から、芝千は武帝の死後、死後が送られた時には生きていたと考えられる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。